山梨の磯笛吹き市、海橋から南側の円形。笛吹き川は、日本三大急流の藤川水系の一級河川。深沢七郎は、この川を題材に、小説、笛吹き川を書いた。木下啓介監督によって1960年に、笛吹き川として映画化もされている。山梨県山梨市北部の拳岳、国志岳に、 源を発する東沢渓谷と国志ヶ岳、奥泉城岳に源を発する西沢渓谷を上流部に持つ。広瀬湖を経て、甲州市を降り、甲府盆地の南東を潤し、南駒郡藤川町で藤川に合流する。流域に扇状地を多く形成している。灌漑用水を整備した果樹園ではドウなどの果実栽培が盛んである。 笛吹川の名の由来は、薄井賢三郎と呼ばれる民話に語られており、川の音が、賢三郎の服、忍笛の音のように聞こえることから、誰とはなしに笛吹川というようになったと言われている。江戸時代には、貝の国の鮎が名産として知られ、法暦2年の、恨み寒話や貝江3年の、貝の手ぶりには、荒川、釜梨川と共に笛吹川の鮎が名産として、記されている。 笛吹市伊沢町では、伊沢会も行われている。2004年10月12日、東八代郡一宮町、三坂町、伊沢町、境川村、八代町及び、東山梨郡春日井町が合併して、河川名にちなむ笛吹市が設置された。奥秩父山海の南側を太平洋に向かって下る斜面にある急峻な、暴れ川で、広瀬ダムや付属する。 水力発電所などで雨量に合わせて流量を調整する努力が払われている。山梨市の万力林は古くからの水難所であった当地に天正年間より本格的に整備された。もがみ川、熊川とともに日本三大急流の一つである藤川水系の笛吹き川は地形が急峻なため、梅雨や集中豪雨、台風により洪水が起こりやすくなっている。 中でも1907年8月22日からの大雨で発生した明治40年の大水害は、笛吹川流域を中心に洪水による被害を引き起こし、笛吹川本流の流路が約 7km にわたって変化した。それまでの笛吹川は、甲州街道、笛吹橋の少し上流付近より、西方向に流れ、温泉旅館、観光ホテルなどが立ち並ぶ。 現在の伊沢温泉街を西に流れた後、伊沢町と甲府市の境界を流れる平等川を経由し、旧中道町の北東部にある白井河原の橋付近で、現在の笛吹川本流につながっていた。この洪水による土手結界及び旧河川時期の土砂堆積により南西方向へ流路を変え、その結果、多数の農民や住民が新河川流路整備の土地収容のため、 農地、住居等の移転を余儀なくされた。現在の笛吹市役所庁舎前や国道20号付近を流れる部分の笛吹川は100年ほど前までは存在していなかった。上流の西沢渓谷は滝による渓谷日や紅葉で人気がある。広瀬湖近辺を含めて道路などが整備され気軽に自然を味わうことができるようになっている。テレビ朝日の刑事ドラマ 西部警察パート1の第47話、笛吹川雨城では、ロケ地として、伊沢グランドホテルが使われた。前述のように、中流部では、伊沢海が観光客を集めている。上流から下流の順に。ありがとうございます。